こんばんは、入山明子です。12月7日水曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は横浜館内へ。 BS12 ちゃん歌ってハマっての収録に行ってまいりました。今日ゲストにお越しいただいた方は、いつもいつもお世話になっています、よく舞台でご一緒する方と初めましてとご挨拶しながら、どんな方なのかなと本番中にいろいろな質問をしたり、そしてお答えになっているお話を興味深く聞いたり、そんな5人のゲストの方、MC を担当させていただきました。それでは昨日の Facebook にお返事を返します。阿部明さん、スタンプいただきました。細谷久美さんも、久美さんでしょうか、あきこさんお疲れ様ですということでコメントいただきました。金崎真紀子さん、ブラジルからです。それぞれ日記、毎日大変でもお忙しい中ご苦労様ですと書いてくださいました。一人でもご覧いただける方がいらっしゃれば、ずっと続けてまいりますね。中垣さん、じゃあまたなーです。柴谷富子さん、毎日忙しい、嬉しいことですね。今日が終われば明日が待っています。体が資本です。元気で笑顔で楽しい一日の始まりです。一泊二日と一緒にと書いてくださいました。ありがとうございます、富さん。それから沖島晴美さん、渡辺晴代さんの YouTube チャンネルゲスト出演、お二人のお話が弾んでいる様子が伝わって嬉しいですと書いてくださってます。ブラジルからいつもコメントいただいて、力がいただけて幸せです。駅中信夫さんです。セレブカメリア、とてもゴージャスなお花ですね。後ほどご紹介いたします。辻明子さん、シェアさせていただきます。毎回記事をシェアしていただいてありがたいです。連日ご多忙ですね、どうかご自愛なさって、書いてくださってます、嬉しいです。二見さんです。スタンプです。満月てるおさん、忙しいスケジュール、 YouTube チャンネルお疲れ様でした。体気をつけて、あきこちゃんの頑張りには頭が下がりますと書いてくださっております。とんでもないです。満月さんも毎日宣伝写真上げてくださりありがとうございます。牧野明光さんです。渡辺晴代さんの YouTube チャンネルゲスト出演お疲れ様でした。そうなんです、今日は歌ってハマっての収録に行ってまいりました。元気笑顔で頑張ってください、みんなで応援してます、舞い上がれファイトといただいています。嬉しいですね。牧野明光さん、飛び上がってます、アバターが、イエスと西山秀子さんです。お二人ともとても素敵です。休む暇なしで大変ですね、書いてくださいました。ブラジルからです。そして歌手渡辺晴代さん、昨日は大変お世話になりました。恐縮感謝と書いてあります。こちらこそです。いろいろなお話ができてとても嬉しかったです。ありがとうございます。柴谷富子さん、あきこちゃん、一泊二日オリコン6位おめでとうございますと書いてくださいました。今日はオリコンがなんとまた、再度浮上してきておりまして、6位をいただきました。ここ1週間でたくさんの方が CD を手に取ってくださったからです。ありがとうございます。さあ、そちらの記事に、6位になりましたという記事にお返事をいただきました。本橋さんです。すごいです、この先もベスト10以内にキープを願ってます。難しいですが頑張ってみたいと思います。三山由里さん、おめでとうございます、すごい快挙、嬉しいです。一緒に喜んでくださってとっても嬉しいです。菅井さん、おめでとうございます、これからも頑張ってください。阿部明さんもスタンプ。仙石さんは1位を目指しましょうときました。ご無沙汰しています。また今度お会いしてお写真など撮っていただければ幸いです。マニラのママさん、1番になりますようにアップアップと書いてくださってます、
嬉しいです。なかなかお店に行けないのが今悩みの一つです。中垣さん6位おめでとうございます。素晴らしいですね。じゃあまたなといただきました。辻明子さんシェアさせていただきます。嬉しいニュースありがとうございました。もうちょっと先のことになるんですけど、とても嬉しいですね。川原茂子さんです。ますます上がりますようにとスタンプと一緒にくださいました。浜田時子さんはスタンプです。浅草アリスみゆきさん、そうそうたるメンバーでの6位おめでとうございます。ありがとうございます。高島新一さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。そして長塚雅彦さん、あきこさんすごい、これからもきっとゴーありがとうございます。私の力でなくて周辺の皆様が1枚ずつ手に取ってくださったおかげですね。見える方のみでなく、見えないどこかでそっと応援してくださってる方もありがとうございます。幸せをいただいています。林田幸子さんおめでとうございます。よかったですといただきました。こちらはですね、山賊に先日ご一緒できませんでしたので、次回のために予約を取ってくださったと伺いました。ありがとうございます。カズテルミさんです。ベスト3目指して頑張ってください。おめでとうございます。本当に喜んでいただけてありがたいです。笠原茂人さん、新潟からブラボーが来ました。石田さんです。オリコンチャート6位はすごいですね。おめでとうございます。とししげさんはおめでとうございます。なかなか難しいですが、たどり着けますように。生駒正治さんおめでとうございます。有子さん、オリコン演歌部門1泊2日6位すごいことですね。おめでとうございますといただきました。私もびっくりしました。いつものところの前の駐車場が出来上がってましたので、一旦止めてみまして、4時間と6時間の見間違いで4時間以内の最高額の設定がされてました。金崎真紀子さん、オリコン6位おめでとうございます。沖島晴美さんすごいですね。おめでとうございます。浅沼正史さん、応援しております。カラオケ大会に出場なさりたい方は CDR もしくは MD テープに自分の歌を吹き込んでお送りください。送り先はテチクエンターテイメントです。朝染さんが応援しています。カラオケに行きたいなと書いてあります。ぜひいらしてください。クリスマスバージョンで歌う機会を設けたいとも思っています。西山秀子さん、わあすごいですね。おめでとうございます。金崎芳恵さんと2人並んでブラジルから。駅中信夫さん、すごいですね。おめでとうございます。今日の花は何でしょうか。色が鮮やかです。深田正信さん、おめでとうございます。そしてオリコン6位登場おめでとうございます。自分のことのように嬉しいです。川口舞さん、おめでとうございます。牧野明美さん、オリコン6位おめでとうございます。あきこさん、毎日の努力と日々の痛み積み重ねの結果です。まだまだ上がりましょう。みんなで応援してます。舞い上がれ、ファイトといただきました。さあ、そして YouTube のコメントは入山明子施設応援隊さんです。YouTube チャンネルゲスト出演お疲れ様でした。楽しそうな雰囲気伝わります。今日は天気もよく、昨日より暖かくなりそうですね。元気笑顔で一日頑張ってくださいといただきました。渡辺春代さんの番組生出演させていただきます。ぜひ皆様応援ください。よろしくお願いします。それではまた明日元気にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
感じて男の人の優しさも